Traveler's Cafe。 ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューするライフトラベラーズカフェ。このバージョンは僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。質問役はのっちです。はい、というわけで、はい、今回は質問コーナーです。お、質問コーナー、はい、久しぶり。やっぱ質問がないとね、難しいよね。私たちだけで話すっていうの、あのっち言ったっけ。いやいや、それがそれができないからのっちをここに置いてるんだけど、うんうん、それがいまいち機能しない、うん、おかしいね、おかしいね。承認します、承認します。で質問があるのね。まあ、あのこれあの僕の質問じゃなくって、うん、あの視聴者さんから、視聴者さんからいただいた質問っていうことなんですけど、あの美博さんとワカメちゃんは、うん、あの仕事をしてない時は、うん、2人でどんな過ごし方をしてるんですかという質問です。なるほど。なかなかでもないよね。そうなんですよ。まず2人で過ごしてるっていう時間が本当に少なくてですね、うん、でも2人はいつも基本一緒にいるじゃないですか。一緒にいます、うん、一緒にいるんですけど、だってなぜかノッチも一緒にいるんだもん。そういう時もありますけど、そうじゃない時もあるじゃないですか。そうじゃない時は別の方たちがいるから。そうなんだよ。なるほど。毎日結構やっぱりまあね、一緒にいる人たちが多いし、うん、でまあ皆さん違う方たちなんですけど、それは、うん、で本当にね、こう沖縄に今住んでますけど、沖縄に来てくださる方もいらっしゃるし、なんだかんだで結構本当に周りに仲間たちが常にいるっていうありがたい、うん、まあ、日々なので、うんうん、あの結構本当に2人の時間がなくてですね、なんかね、2人の時間を取ろうと思って、なんかクリエイティブデーってこう名付けて、うん、2人でどっか泊まり行ったりするんだよ、ね、うんうんうん、でそうするとそこで友達とばったりやって、そう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 。でまあそのままお茶、うん、お茶とかご飯とか。そうそう。なるほど。だからあんまりないんだけど、でもあえて言うといつかね、でもそのクリエイティブデーっていうか、まあ、最近始めたんだけど、2人でその家にいるといろんな人たちとの事柄があるから、うん、ちょっと家日常を離れて泊まりに行くと。でもそれはでもあれ目的があるからな、うーん、そのクリエイティブタイムを取るっていう目的があるから、ちょっと質問の人とは違うかもしれないけど、普段だよね、普段2人でいる時に何をするのか。あ、そう、仕事してない時だったね、うんうんうん、それはご飯食べてるしかないんじゃないの。ご飯とお茶、うん、なるほど。とお風呂だね、お風呂に行くだね、温泉に行ったりとか。あ、2人でね。そうそう、なるほどなるほど、うん、その中ドライブの時だよね。お風呂の時は多分別々に入るから、うんうん、そう、なんか なんだろう、だから本当おしゃべりしてるよな。おしゃべりしかしてないね。じゃあ、まあご飯とか、まあ、その移動中とかの2人の時間。そうだ、まあご飯もまあほとんど2人はないけど、うん、そうだよね。お茶も2人もないかも。今考えてだから夜ちょっとヒュッケしましょうみたいな感じで、ちょっと短い時間2人でっていうのはあるかもしれないけど、そうだね、夜遅い時間でみんなと別れた後に、うん、もうあの帰ってきてまたさらに食べてるんだけど、なんかお茶入れて10分とか15分とかちょっと甘いものとか持ってきて、キャンドルつけるっていうのをやるよね。その時はどんなことを話すんですか。あ、でも話すというよりも時間を過ごすって感じかな、うん、なんかやっぱ話すって結構自分たちにとってはクリエイティブな時間で、うん、あのまあ、もちろんこうくだらないことも話すんだけど、結構話すってなると、まあ、車の中とかでもあのこれからのこととか今やってることとか、これをやりたいんだよねっていうことの話になるから、うん、割とまあ要はそれってまあ仕事って私たちにとってはまあオンモードの人生の営みなんだけど、うん、そっちの話になる、そっちのモードになる、うん、でオフモードだとなんかやっぱりこう本当にただあのキャンドル灯して香り焚いて、で一つのお茶を飲むっていう、要はカップはいつも一つなんですよ、うちら、うんうん、あの結構同じものを飲むっていうのをなんかね、別にそうしようと思ってるわけじゃないんだけど、なんかいつもそういう風になっちゃって、結局だから
いつも2人でいるときは1つのカップに同じお茶をついて、うん、それを飲みながらお菓子をつまむっていう時間を淡々と15分やるっていう、うん、それは結構でもリセットになるね、うん、ちょっと質問なんだけど、うん、のっちんとこも結婚してるわけで、はいはい、奥さんの名前を意味もなく呼ぶってことある、うん、意味もなく呼ぶ、うん、意味なく呼ぶことはないと思いますよ多分ね、うん、僕ら2人の時に何をしてるかというと、うん、意味もなく相手の名前を呼び続けるっていうのをひたすらやってると思う、どういうことですか、イメージが湧かないんですけど、ちょっと、うん、わかわかって言うんだけど、うん、用事はないのよ、だからさ、うん、呼ばれるじゃん、うん、だからあのはいっていうよりも何っていう意味でミヒって答えるの、うん、ほうほう、それが永遠に続くそう、だってバカバカって言ってなんかあのミヒ 鳥のさえずりみたいですなんかでもそれだ、確かにでもそれで会話してんだよね、だから会話しちゃうともうオンモードになっちゃうから、うんうん、でもなんかこう本当にもう簡単な時はもうわーだけなんだよね、わわーってずっと言ってるでしょ、うんうん、普段もたまに言うでしょ、うんうん、でもわわーってずっと言ってるのね、でもそこになんか全てがあるの、なんか、うん、だから、うん、なんかよくわかんないけど受け取りましたよってことでミミーって答えるっていうもう宇宙人に、宇宙人だね、ミとワしか言ってないって普段そう、わわーってわー、もうとにかく大体私のまず5倍ぐらいはミヒは多分私の名前呼ぶわけ、わわーわわーわわーってずっと言ってる、ね、あでも例えばね、朝、うん、朝わーって言うでしょ、うん、これは何という意味でしょうか意味はないんじゃないですか、いやこれは、いや今日着る洋服どこってそう、だいたいそれで分かる感じ、分かるんですか、うん、へー、でもわーって言われたらみーって言いながら洋服を、じゃあこれは出かける前に僕が言う言葉わこれはどういう意味でしょうか、出かける前のは、うん、じゃあ出かけますよって合図、いやこれマスクどこって絶対分かんない、マスク出す何も言われなくてもマスク出す、分かるんですかそれが、分かるんだよ、であと意味もなくずっと呼び続けるときは、うん、なんか構ってほしい、うん、何かあとはちょっと悶々としててこう言葉にできない、こう体調のね悶々としてるか分かんないけど、なんかすっきりしたいとかなんか分かんないけど、全部そういうのをわわわってずっとそれで表すんですよ、うんうんうん、だからなんかそういうのでもうミミミで答えるもうその言葉のなんか調子だけで分かるわけなんですね、うん、調子はね基本同じ音程なんだけど、うんうんうん、調子っていうかなんていうのタイミングなのかもね、タイミング、どういうシーンで声をかけることによって何を伝えたいかとか何を聞きたいのかが分かるみたいな感じです、そう、そうそう、まあでもそのコミュニケーションっていうよりはただ意味もなく名前を呼ぶっていう、そう、方が2人の時にやってることを、そうだから名前を呼ぶことで会話してるので、多分2人だけの会話、うんうんうん、だから言葉数は少ないの、本当にわわー耳だけだから、うんうん、なんだけどだいぶそこで会話してるよ、つながってる感じするの、だからちょっとつながりが途切れた時はお互いにそれね、そうなんだけど、うん、私もなんかちょっと例えばミヒがちょっとすごいこうキーってこう仕事のエネルギーモードになって気が上がってて、あなんかちょっと遠くに行ってると思った時にミミーって呼ぶとあわーって帰ってくるわけ、うん、だし私がちょっと私もよく遠くに行っちゃうのねでそういうのなんかすごい敏感に分かるみたいで、もう車乗ってる間とかでもすぐ呼ばれる、わわーって呼ばれるわけ、うんうんうん、耳って返ってくるっていう、うんうん、これだからちょっと来週聞きたいんだけど、のっちが今日家に帰ってあの奥さんの名前をひたすら呼んでみるっていう用事もないのに、それでどういう反応があるかっていうのを来週聞いたら、あやってみよう、やってみよう、頭文字だけでいいから、頭文字だけ、おお、なるほど、うん、一番上それをひたすらちょっと難しいね、でもあーっていやだからそれを奥さんが聞いて、うん、とうとう頭がおかしくなったのかって思うが、なんかこうあなんか私なんか言いたいことがあるのっていう、ちょっとそれねううやってみてじゃあちょっと気になるでしょどうなるかじゃあちょっとやってみます事前に説明しちゃダメだよ、いきなりやるのがポイント、うちはいきなり来たから最初
いきなり来たか絶対頭がおかしくなってまあいいじゃん、それもさ実験してみて次皆さんにお伝えしよう。はい、ということで、今日の質問は、2人ならではのコミュニケーションは何ですか、答えてみてください。ライフトラベラーズカフェは毎週金曜日にお届けしています。次回の放送も聞き逃さないようにポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読ボタンを押してください。また僕たちでライフトラベラーラウンジをオンラインサロンをやってますので検索してみてください。それでは良い週末を。Life Travelers Cafe。